クレイジーカロ的直前の食事、マラソン前のルーティンを、レース当日しっかりと体が潤った状態、それはですね結構体調崩しやすい。見た目は子供、走りは大人。どうもカロです、クレイジー。はい、本日はですね語っていこうと思います。っていうのもですね、皆さんそろそろマラソン大会控えてないですか。いよいよ公認のマラソン大会始まります。でですね、最近聞かれることが多いのが、マラソンの直前の食事であったりとか、何をしてますかとか、よく最近聞かれますので、今回クレイジーカロ的直前の食事、あとはマラソン前のルーティンをちょっと話していこうと思います。皆さんの参考に少しでもなればと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。まずよく聞かれる食事ですね。どういうのものを食べてますかというのよく聞かれます。マラソンを頑張られている方は、まあご存知だと思うんですけど、カーボローディングっていうのありますよね。カーボローディング、そもそもカーボローディングは何かっていうと、マラソン長いですね、長い時間走るのには糖が必要です。体にある糖を使うんですけど、いつも通りの食事の糖だとちょっと足りないんですね。なのでマラソン大会前、直前にしっかりと炭水化物糖を取ってですね、体にグリコーゲンとして貯める糖を貯めて、少しでも長い間走れるようにっていうのが、まあ簡単に言うとカーボローディングなんですけども、そのカーボローディングの方法、普遍的なものだと炭水化物を少なめにして、お肉とかタンパク質を多めにとか、脂肪ですねを多めに取っていく、まあ、1週間前からですかね、始めていきます。でそれで4日前、まあ、日曜日がレースだとしたら、水曜日あたりに1回ちょっと完全に抜く、もう減らしてきて、で木金土と貯めるみたいな方法なんですけども、それはですね結構体調崩しやすいっていうのがあって、今はあんまりする方は少ないんじゃないかなと思います。僕自身もそれをやってた時期ありました。5年前とか、その大会を見事優勝することはできたんですけど、最初1週間前からこう抜いていくんですね、糖質を。仕事だったりとかそういうのはもちろん当たり前のやってます。もう仕事がね集中できない、やっぱ糖がね抜けて、やっぱ頭が回らなくなっちゃうんですよね、きっと。もうでイライラしてくるんですね。しかもなんか、自分が仕事をミスしちゃいます。多分集中できない体もミスしちゃいます。いつもだったら、あ失敗しちゃったみたいな感じで終わることも、なんかもうイライラしちゃうんですよね。なんでもこれはおすすめあんまりしません。あとは体調崩しやすい、いつもやってないことをこうやっていってしまうと、やっぱりちょっとね体がだるくなってしまったり、体が回復しきらなくて、でそのまま疲労溜まった状態でレースを迎えてしまうっていうことも多々あるようですね。現在のやり方としては、3日前、木曜日、日曜日がレースすれば木曜日から木金土と高糖質食をするということです。でまあ高糖質っていうと何かっていうと、ご飯、うどん、あとはまあそば、パスタ、麺類、パン、そういうもの、いわゆる炭水化物なんですけども、それを多めに摂るのがいいとされています。僕ももちろんもう気にして摂るようにしてて、その期間、そのカーボローディングの期間、僕自身はあんまり野菜とかお肉とかを食べないようにしてます。まあ、もちろん食べるんですけど、それよりもだったらご飯をいっぱい食べるとか、もうそっちをメインにしてますね。直前、前日に関しては、僕もこれはもう僕の中でのそのもうルーティーンなんですけど、400とか 500g ぐらいのパスタを食べます。大体お昼ぐらいに食べますかね。パスタ、GI 値が低くて、お腹に溜まりやすくて、結構腹持ちもしていいなっていうのがあって、パスタに僕はしてるんですけども、いっぱい食べれるんですよ。味を変えたりしてね、3種類が食べれば食べれるんですけど、一つ気をつけてください、これ。食べ過ぎは良くない。当たり前ですよね。食べ過ぎてしまってお腹痛くてっていうのよくあります。僕もね、もう何回も懲りずに、ね、パスタ食べて美味しいって言って、まあこれでもうレース頑張るぞって食べるんですけど、お腹痛くて、寝れないって時もありました。でもまあちゃんとそれまで体を休めて取ってる、炭水化物いっぱい取るので、レースはその時走れたんですけど、それこそ昨年のビヨンドの前です。ビヨンドの前。もう夜、お腹痛い。お腹痛いって言って、言いながら寝てますよ。そういうような状態だったんですけど、まあ、見事優勝することができましたね。まあなんでそういうように炭水化物を取るっていうのは非常に重要かなと思います。それと同時だとは水分を体に溜め込む、あとはミネラルですね。走る時っていうのは水分もちろん抜けちゃいますし、水分と一緒に塩分とかが出てしまって足をつってしまったりとか、脱水症状になってしまったりするんですね。それを防ぐために僕は直前にこう水分を多めに取る、でただの水分だけではなくて、ちょっとしたミネラル、あとはビタミン剤とかでビタミンとかを取るように
してます。そうすることでレース当日しっかりと体が潤った状態、そんな状態でスタート地点に立てればもう文句なく頑張ろうって気持ちも乗ってくるのでいいんじゃないかなと思います。まあ、体重はね少しまあ1キロから2キロぐらい僕は増えちゃうんですけど、まあそれはもう気にしないです。走っていくうちにだんだんと軽くなっていきますから、それはもう最高の状態だと僕は思っています。あとですね、サプリメント、自分サプリメント何を取ってるんですかっていうのがあるんですけど、ずっと飲んでるんですけど、アミノサウルスを飲んでますですね。このこれローディングサウルスですが、これを1週間前ぐらいから飲み始めます。これはまあアミノ酸なんですけど美味しいで、レースの30分前の直前にはこれを飲みます。疲労蓄積を軽減してくれると思いますね。であとそれと同時にこのこれジェル、これはあのエナジージェルで、これの1、2ってあるんですけど1を取ってます。この1はカフェインが入ってて、あと他のまあ成分も入ってます。で2、これがカフェイン入ってないんですけど他のもっといい成分が入ってるって思います。このジェルに関してはレースの途中も取るようにしてて、まあ30分前に飲んでスタートしてから、10キロ地点とハーフ地点と30キロ地点みたいな感じで分けておいています。今食事のこと話しました。次にルーティーン、当日何をやってるのかっていうことですね。まあ、まず当日って言いますか、直前ですね。前日の夜とかはもうゆっくりするってことですね。ただ一つ、あのリラックスしたいんですけど、長風呂とかはしないです。長風呂とかすると筋肉が緩んでしまって結構ねだるくなってしまうんですよ。なんでそれはしないようにしてます。でできるだけ緊張しないように早く寝るって言いたいところなんですが、あんま眠れないですよね。できるだけもう布団に入って目をつぶってるだけでも脳は休まるって言われてるので、寝れなくても布団に入って目をつぶるようにしてます。で当日朝起きます。レースの5時間前ぐらいに起きます。5時間前に起きてちょっと体を軽く動かします。やっぱこう眠った状態からいきなりレースになると体が動かないこともあるので、散歩でもいいんですよ。軽く散歩したりジョギングして体を起こしてあげる。あとまあ入浴してこう気分をさっぱりとしていくんですけども、だいたいですね食事がレースの4時間前には食べ終わるように基本してます。まあ4時間前か3時間前かな。でまあ4時間前には食べ終われればいいなと思って撮ってます。でさっき言ったように基本は炭水化物中心で撮ってますが、当日の朝はそれこそさっき言ったみたいにお腹痛くなっちゃうと良くないので、あんまり食べ過ぎないようにします。普通に食べる朝食を全部炭水化物にした感じでですね、そのそれを取ったそのあと2時間前ぐらいにまたちょっと固形物ではなくてジェルだったりそういうようなものを取るようにしてます。生活するだけでもちょっとずつ消費されたりしていくので、それをもう常に溜め込むイメージですね。常にエネルギーに満たされている状態にするようにしてます。あとは水分これこまめに取ります。本当に喉乾いたのにちょっとずつ取るようにします。これはやっぱあのガブ飲みしてしまうの良くないですし、緊張してくると大体飲み忘れちゃうんですよ。なんか知んないですけどね、こう緊張しちゃって水分取るの忘れちゃったりして自分の体に水分が足りない状態でスタートしてしまうっていうことが一番良くないと思うんで、それはするようにこまめに喉乾いてなくても取るようにしてます。でですね、まあ大体アップは60分前ぐらいからするんですけど、そのあたりぐらいからですね、カフェイン入ったドリンク、まあ、レッドブルとかモンスターみたいないわゆるそういうものですねを飲んだりします。飲んでさっき言ったジェル使うでスタートという感じです。でレース前行うのもいつも決まってるアップがあるんです。大体簡単な補強ですね。僕がいつも走るときに大切って言ってるこの腕、体幹周り、あとは骨盤周り、お尻、ももの裏、そういうものをちょっと軽く刺激してそこからジョギングに言います。で体をゆっくり温めます。これ早く走る必要もないです。早く走るとそれもエネルギーを使ってしまう感じがするので、できるだけゆっくり走って温めて、で流しても動き作りドリルとかして股関節の可動域だったりそういうのして筋収縮させるの動きをしてスタート地点に立ちます。こんな感じですかね。これで少し参考になるかなって思うんですけど、これを見てちょっとでもマラソン大会の前に参考にして、一人でも多くの方が1秒でもいいタイムで走れること、またあの楽しく笑顔でねマラソン完走できることを願っています。ということで本日はクレイジーカロのマラソン直前の対策でした。次の動画も見てくれよな。クレイジー、皆様ご視聴ありがとうございました。普段はランニングコーチをしております。詳しくは概要欄をチェック。よかったなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録も忘れずに、次の動画も見てくれよな。クレイジー。